どうも、エルザーレッドです。それでは、トーエムやっていきたいと思います。さあ、今回は最終的にトーエムが何なのかっていうのを見に行こうっていうところなんですけど、それと、なるべくやり込み的なものもしっかりやりたいなと思いますので、最後にね、トーエムを見て、それまではいろいろやり込みをすると。ちょっとね、クリアしてからじゃないとできないものに関しては、その後、達成していこうっていう流れでやっていきたいなと思います。で、まず、どうしてもさ、気になっててさ、こう、どこそこ行ってたんですよ。ここ。で、やってて、この子がさ、モンスターと同じ、もやもやーかって言ってて話しかけたら、写真が撮れたかっていう話になったんで、ちょっとモンスターの写真をね、全部入れてみようかなと思います。そもそも撮ってたっけと思いながらね。撮ってたかなみたいな。崖に隠れる巨大な恥ずかしがり屋さん。こいつはノッポーだ。ノッポー。すごい発見だ。もっとモンスターが見たいな。これか。もやもやしてるもんね。下水道に住むクスクス笑ういたずらっ子。こいつはドブーだ。ドブーね。名前ちゃんとあったんだね、全部ね。水。あ、これか。海で休憩するハッピーな海の生き物。はいはい。こいつは海だ。あ、結構普通なんだよ。ネッシーじゃないんじゃね。で、多分森の方で見つけた黒い子。この子かな。森の奥深くに隠れてて、周りのものに怯えている。こいつは茂みだ。君は正真正銘のモンスターマニアだよ。イエーイ。モンスターゲッチュ。あ、無事15個。だねー。で、古代の絵画がね、やっぱね、雪山なくて山頂なのかなと思ってるんで、これで、やっと山頂に行こうかな。あ、モンスターマスクだって、装備する。真のモンスターファンだけがつけれるんだって。あと、気になることがあってね。こうやってしてるとね、ここ隠し要素があってさ、これ、僕もまだ見てなかったんやけど。あ、そうなるんだ。これ、開発人だね。目のせいか陽気に見えるっていうね。そう、こう、なんやろなーと思ってさ、こうやってたら、たまたま見つけてね。で、トロフィーとか、だいぶかな。本編に登場するアイテム全部か。お、ね、装備全部したつもりだったんだけど。ヘルメット。マフラーした靴も全部履いたもんね。あー、なんかマスクは効果あんのかな。じゃあせっかくなんでこの状態で森の怪獣に話してみようか。さあ、ダムついたよ。で、ここが、自分の写真になってればいいっていう話だから、こうすると、君が今月の優秀社員なの？参ったな、俺が連続でなるはずだったのに。そうだよ。天狗になるとダメなんですよ。もう少しだったのに、惜しかった。電気ね。これずっとそのままだったからね。じゃあ、次行っちゃいますか。次が、ストレスを感じてる人をアップ。で、場所的に、ログシティ、意外と雪山かログシティ、どっちかかもね。はい、ログシティやってきました。で、さっきのトロフィーの、そのストレスを感じている人の写真アップってあったんだけど、その、ストレスといえば、だいたい仕事。で、一人だけその、ストレスを解消してあげた子がいるのよね。多分この子、ストレスをいそうなんで、この子の写真撮ってみようかなと。おー、ピカピカしてるね。あ、来たー、新しい仕事。よし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 。あ、キールバーグのクエストはあれだから、音楽探検家のアップ写真か。あー、あれだね、多分さ、これ、クエストとここ繋がってるよね。写真のアップね。じゃあ、トーエム見に行こっか。山頂へレッツゴー。さあ、着きました。行きますか。そうだね、せっかくだから路面は外しちゃって、ゴーグルに、ニット帽。これでいこう。意外とあっち側いけないんだね。一方通行っぽい、もしかして。ね、もしかしてそんな感じするよね。あれ、意外と書いてない。あ、登って登って。お、さらにだ。怪しいね。ここ急に下がるの怪しいね。あったー。ちょっと待った。これ先に、トーエム見て達成したくない？ちょっと待って。トーエム見てる。トーエム見る前に達成したいよね。山岳の人ね。ちょっと行きたい。戻ろう。戻ろう。はい、来ました。じゃあ、見せましょう。ここにあるよ。これどうですか？あら。古代人が描いた絵だわ。きっとこれが物語の残りね。早速読んでみるね。我々は焚き火を囲み、交流を楽しんだ。我々は遠くまで旅をした。新しい場所を探して、我々は新しい発見のために送り出されたのだ。山頂を探検するため、我々は山を登った。危険なほどの高さだった。ついに我々は山頂に達した。そして見たのだ。明るい光を。世界中に降り注ぐ。希望をもたらす光。まるで魔法のような現象だった。とっても素敵。ついに物語は完結したわ。本当に嬉しい。あ、キラキラしてる。シャッターチャンス、シャッターチャンス。お茶目思ったよりお茶目。氷の戦士、クリア。で、多分もう一つ、お姉さんのやつ出てこないかな？出た。大いなる物語。これで、トロフィーは、本編、スクエスト、クリアと、あとは全部のアイテム。一度、全部のアイテム？あれ？持ってないの？嘘だー。嘘だー。そんなはずは。あれ？一番厄介なの残したかもしれんな。異物。あ、なんか震えてる。マフラーしとかないとプルプルしてるね。うそー、足りないのか。びしょ濡れの靴下も足死んじゃうよ。あ、そう。鬼。あ、これ全部一気に装備できるんだ。装備だけ手に入んない。まあ仕方ないか。すべての装備ね。気になるよね。あ、でも、こんだけしてってことは、そうなんだろうな。ゲットできてないんだろうな。わかんない。もしかしたら山頂に落ちてるかもしれないしね。もう嫌だよって言ってた。じゃあ、このまま山頂近くまで行こうかな。とりあえずさっきのところまでね、戻らないと。最後の最後でアイテムあんのかなあ。あ、降りなくていいよ。あれ？意外とすぐ？あ、写真スポット。なんか一瞬見えた。ここだね。はっ。これさー。あ。おーがいい。おーオーエム。あ、光らない瞬間撮りたいんだよな。これ。よし。こっちにしよう。これで許してくれるかな、ばあちゃん。さあ、トーエムを体験する。意外とあっさりだったね。いやー、カラフルだったなー。まあ確かに色のない世界っていう感じだから、あの輝きは、確かにね、希望の光かもしれないね。はい、乗ります。さあ乗って、今で送るよ。家まで送るよ。さあ早くもう家まで送ってくれるらしい。おー、バスシーン初じゃない？はい。ということで、トーエムクリアでーす。写真を撮って冒険しようですね。はい。ということで、これで、クリアと、いうところなんだけど、まあ、なんかこの感じだとさ、家まで戻ってまだ続きそうな感じだよね。プレイいただきありがとうございました。さあ、おばあちゃんの元に帰ろう。到着。ホームランだ。ばあちゃん、ただいまー。ああ、ばあちゃん。帰ってきたよ。おかえり盛大に、なんかすごい震えながら言ってくれたね。もうすぐ帰ってくる気がしてたのよ。あはは。それでどうだったの？最高だった。それは綺麗だったね。楽しかったみたいで何より。冒険の話を全部聞かせてちょうだい。まずは遠山の写真を見せてちょうだい。はい。これが。どっちがいい？こっちのがいいよね、一緒に写ってて。ばあちゃんはだって、これだけのやつ持ってるはずだもんね。こっちにしよう。ああ。あらまあ。本当に素晴らしいわね。おー、そこに飾ってくれるの？見ての通り、あなたの冒険は大成功ね。さあ、これでスタンプは全部です。心からあなたを誇りに思うわ。まあでも確かに写真撮って回るって、冒険っちゃ冒険だよね。旅のお供にカメラって、欠かせないもんね。お、なんか急に常夏。背景入れ替え。ちなみにですね、クリアに関しては、4時間半ぐらいです。これだけいろいろやってて。まあ、ほとんど配信したやつっていうか、フルかな。あ、でもね、冒険続けるがある。はい。ということでですね、今回最後言ってたんですが、実は、トーエムの世界に追加要素がプラスされました。これもプレイヤーの皆さんからのご支援のおかげですということで、ホームランドにいるおばあちゃんをお尋ねするとスタートできますと。バス島の島というのが今回の舞台ですね。ハグ&ラブ、トーエム開発チームよりと。いうことで、無料アップデートらしいです。これ、バージョン 3.0 以降で出るらしいですね。また、なんでトーエムの世界を堪能しようという感じですね。クリア後らしいです。さ、またこの世界に来たろ。いや、その格好は暑いやろ。いい加減暑いやろ。おったなぁ。どれにしよっかなぁ。靴もスニーカーに変えて、いきますか。これさ、結局さ、被写体っていうだけか。なんもなかったよね。飾る。と、おったね。ここには、自分のこれを、はい。映ってないですね。ここに自分の顔が載ってると、ねえ、ちょっと、やばいじゃん。さあ、手紙落ちてきました。ということで、今回ここまでにしたいと思います。まあ、DLC コンテンツなのでね、次回はこの DLC の方をやっていきたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。ではでは、また次回です。バイバーイ。